はいどうもバイス TV です。新型バンムーフについて今まで数本動画出してきたんですけども、ここ最近バンムーフの本社があるオランダからの情報を見ていると、結局これなんじゃないのかなって思ったことがあるので、今回その点について語りたいと思います。ここだっていうのは、まあ、タイトルにもしてると思うんですけども、これですね。頑丈になった。ざっくり言うと大きな進化というか注目ポイントとしては、まず一つ目はね、より幅広い層に乗りやすくなった。例えば S5 が小さくなったとかね、だからこの S3 よりもさらに小さくなったとか、あと A5 はまたがりやすくなってフレームの形が変わったとか、あとギアも減ってより何も考えずに乗ることができる自転車になったとかあるんですけども、今回話したいのはそこじゃなくてこれです。頑丈になったと。僕はここに一番注目しています。というのはバンムーフって皆さんお気づきだと思うんですけども、結構壊れやすいんですよ。私も扱いが悪いっていうのもあるんですけども、 S3 目の前にある S3 も E シフターがぶっ壊れたりしてね、修理したという過去がありますけども、私のチャンネルの視聴者さんでもバンムーフ持ってて1年以上乗ってる、まあ、1年ぐらい乗ってる方でバンムーフ一度も壊れてないよって方、逆にいらっしゃいますっていう質問をしたくなるぐらい、結構壊れちゃいましたっていう情報が僕の方に来るんですね。なのでこれすごく大事なポイントなんですよ。本当に今の S3 とか X3 よりも壊れにくいのかっていうのは、それは僕も分かりません。本当のところ分からないんですけど、おそらく頑丈になったということなんですね。そりゃそうですよね。バンムーフ側もそんなしょっちゅう修理とかね、お金取らずにやるのも大変じゃないですか。コストもかかるし、だからより頑丈な自転車作るっていうのは当たり前のことだと思うんですけども、まあ、今回の新型、特に目立つ点としましては、皆さん A5 のまたがりやすさだったりとか、ハローリングとかスマホマウントなんかが注目されていて、あとカラーですね、その辺が変わった感が出てると思うんですけども、自分としてはその辺結構どうでもいいというか、そこまで革新的だななんて思ってないんですよね。アップル製品なんかでもそうなんですけど、新型イコール分かりやすい変化、色とか完全に新たな機能とかが注目されがちなんですけども、実は大事なのはそこじゃないんじゃないのかなっていうふうに思います。特に S5 に関しては、見た目は S3 と非常に似てるんですけども、基本的にフレームもモーターも E シフターもハンドル周りとかも何もかもが一新されていて、大幅に改良されていると言っていいと思います。でよく見るとそれら一つ一つがかなり頑丈になっているっぽいんですよ。例えばチェーンを覆っているチェーンガードがあります。これ私の見てみてください。もう中のチェーン見えちゃってます。もうペラペラなんですよね。もうホコリとかいっぱい入っちゃってると思うんですけども、でも新型画像を見る限りもっとしっかりしているようです。そしてキックロックの部分、この辺もねしっかりしてます。でこの白い点線っていうか、これを揃えないとキックロックできなかったんですけども、それをしなくていいようになったっていうだけじゃなくて、その部分がねやっぱり頑丈になっているようなんですよ。だしこのバンムーフってね、フロントにモーターがあるんですけども、そこも頑丈になってたりとか、あと E シフターありますよね。 E シフターも実際画像で見たんですけども、ちょっと大きくなってる風なんですけども、非常にね頑丈になっていると。でこれは実際ハンズオンレビューやってる人とかも言ってました。間違いなく頑丈になってると思いますと。あとはね、これはね見た目は良くないんですけども、溶接なんかこういうところの溶接あるじゃないですか、こういうのとか非常に綺麗なんですけども、新型はね今バンムーフの本社にあるやつ見た限りでは非常に溶接が汚いんですね。でこれもしかしたらお客さんの手元に届く頃にはもう少しマシになってるんじゃないのかっていうふうに言われてはいるんですけども、非常に汚いんですよ。例えばここちょっと汚いじゃないですか。でもこんなもんじゃないんです。ほんと汚いんですよなんか素人さんがやっちゃったのかなみたいな感じの仕上がりなんですけども、あのそこもだから頑丈にしたらこうなっちゃったのかななんていうふうに、考えている人がいるんですけども、そこはすいません、実際のところどうかわからないんですけども、頑丈になったんじゃないのかなというふうに言われております。ただですね、まあ、それが直接の原因かどうかわからないんですけども、マイナス面もあります。
お気づきですよね。そうです、重くなっちゃったんです。重くなっちゃった。だいたいこの S3 とパワーバンク積んだぐらいが S5、 もうちょっと軽いけど、うん、マイナス1キロぐらいかな、うん、なので、バンムーフにパワーバンク積むと結構重いなって思うんですよ。乗るときにそんなに、あ、パワーバンクあるからしんどいなみたいなのないんですけども、あの、まあ、家から出すときとかね、ちょっとした取り回しのときに、あ、やっぱちょっと重いよなってなるぐらいの話なんですけども、そのぐらいの重さになってくると、でそれにさらにクリックオンバッテリーつけたりするとさらに重くなってしまうっていうのがあってね、まあ、よしあしなんですけども、ただ神宮前のショップに持っていかなきゃいけないっていうことがやっぱり一度は出てくると思うんですよ。そうなったときにそれが簡単にできないような方たち、例えば車持ってて車に自転車詰めて、まあ、例えば運転して2時間かかってもいいと、うん、それぐらいなら別に毎週毎月やるわけじゃないから全然いいと思うんですけども、いざとなった時にね、持っていかないとどうにもならないっていうのはあるじゃないですか。でそれができないって人は、まあ、しばらく様子見かもしれないんですけども、より頑丈になったはずの新型買った方がまだリスクが減るんじゃないのかなというふうに思いました。いろんな情報を集めてみると、どうやら新型バンムーフは頑丈になったというふうに見ていいんじゃないのかなと思います。とはいえね、新型はまだ全然届くのが先で、まだファインドマイアプリの申請中だったりとか、あとクリックオンバッテリーもいつ手に入るかわからないとかで、本体自体も発送、例えば今買ってもね10月予定なんてなってて、まだ半年ぐらい先の話なんで、すぐ乗りたいなって人は今ね、この S3 とか X3 だったら確か2週間ぐらいで届くんじゃなかったでしょうか。なんでね、そんなに、なんだろうな、僕的には全然 S3 で満足できるし、それ以上に早いとか軽いとか全然そういったことではないので、いろいろ魅力的な部分あるんですけどもね、まあ、よく考えた上で新型なのか現行モデルなのかっていうのね、注文されたらいいんじゃないのかなと思いました。ということで、ご視聴ありがとうございました。